小橋健太はこの試合が復帰第8戦目となります。7月の復帰戦からスポット参戦、オールトゥギャザーを経て今シリーズは復帰後初めてツアーに帯同しています。今日は外人勢とのタッグマッチ、不屈の鉄人は一歩一歩完全復活への道のりを歩み続けています。今夜のパートナーは森島武史、巨体を揺らしながら出てまいりました。おなじみの黒装束をまとった小橋、期待の歓声が小橋の肉体に降り注ぎます。このファンの声が復活へ立ち上がる小橋のエネルギーになります。さあスポットライトに照らされて、今小橋健太がゆっくりとリング内を伺いました。一本勝負を行います。青コーナー210パウンドコルトブンブンカモン。さあまずはアメリカ ROH からやってまいりましたノア初登場コルトカバナです。LA の野牛おなじみバイソンスミス、おっと小橋に詰め寄っていきます。それをコルトカバナが制しています。今日は小橋とタッグを組みます森島武史です。九州に帰ってまいりました小橋健太、7月の復帰後九州初上陸を果たしました小橋、大きな歓声が飛んでいます。紫のテープ、小橋カラーの紫のテープがリング内に投げ込まれています。その撤去にちょっと手間取っております。さあ小橋が、おっとバイソンをかなり強く意識しています。バイソンが小太郎さん、はい、かなり小橋をね、食ってかかるようなシーンがありましたが、ね、はい、もうぶつかるのも久々なんですね。そうですね、まあバイソンとしてもこの小橋の復帰を待っていたことでしょう。ようやく自分の番が回ってきた、そんな感じなのでしょうか。さあバイソンが流行っています、バイソンが流行っている。それを制していくコルトカバナ、小橋が先発で出てくるようです。さあバイソンはどうか、場内からはバイソンコールも飛んでいます。ファンはバイソン対小橋の戦いを見たいようです。おっとそこでちゃっかりコルトカバナが自分へのコールを要請しています。まだ先発を外人軍が揉めています。自分が行くというコルトカバナ、ちょっと豪を逃している感のある小橋です。さあエキサイトしているバイソンはひとまずコーナーに下がりました。コルトカバナが先発、それを見て小橋は一旦引き下がりましたが先発で出てくるようです。コルトカバナがコスチュームを丁寧に折りたたんでいます。おっと井上正雄が落としました。せっかく畳んだのにね。え、ようやく今ゴングが鳴りました。さあ小橋がやる気満々です。まあ小橋と森島のタッグというのも非常に新鮮ですね。そうですね、対するは外人部隊バイソンとカバナです。コルトカバナが心理戦を仕掛けています。このカバナはノアマット初登場、ご覧のようにクセモノ、非常に小太郎さんつかみどころのない選手ですよ ね。 そうですね、カバナはアメリカイリノイ州出身、キャリア12年31歳です。 ROH を主戦場としていますが、2008年にはWWE スマックダウンに所属していたこともありました。まあ、実はこの、まあ、アメリカをはじめとする世界でよく知られている選手ですよね。そうですね、有名みたいですね、はい、自分の世界を持っている選手ですよね。そうですね、どうかで井上さんとシングルをやってたんですけど。そうですね、やりましたね、はい、めちゃくちゃ面白かったですね、
まあ、ちょっとキャラが被っているんじゃないかというね、はい、完全に井上さんが食われてましたねそうですか、はい、まあ、早くもこのアメリカの井上雅夫なんていうこのニックネームがついているこの鎌田ですが、さあここで小橋の逆水平を狙っている身構えますが、鎌田がそれをうまく回避しています。あっ、しかし振り向きざまジョップが待っていました。もう微妙な距離を取っています。バイソンにスイッチしました。ほとんど何もせずにスイッチしています。さあ打って変わってシリアスなバイソン・スミス、この形相です。バイソンが自らの胸板を叩いて、さあまさにチョップ打ってこいというところ。おっと、行きました。もっと打ってこいというバイソン、逆に今度は小橋が打ってこいと胸を叩きました。バイソンのチョップ、小橋の逆水平、バイソンのエルボーが交錯します。あっと、徐々にバイソンが後退していく。逆水平、しかしおっと、それをものともしないバイソン、ショルダータックル。そしてタイツを掴んで、おっと、ハーフネルソンだ。出ないですね、いきなりですかね。いきなり危険な大技、ハーフネルソンスープレックス。もちろんこれは小橋の得意技、お株を奪っていきました。そして外人サイド、ダブルのショルダータックル、巨体の森島を追放しました。いや、大丈夫ですかね、今のハーフネルソンは。ちょっと落ち方も危なかったですよね。頭から何かキャンバスに突き刺さったように見えましたが、バイソンが獰猛な一面を見せている。アイアンクロスラム、おっと、得意技を次々と繰り出してまいります。バイソン、小橋なんとか左肩を上げました。そして顔面を挟み込むようにフェイスロックに行きます。バイソン・スミス、絞り上げていきます。いや、バイソンもこの爆発力がすごいですからね。一度この調子に乗せてしまうと、もう歯止めが効きません。のっけからハーフネルソンスープレックス、そしてアイアンクロスラムと、バイソンらしさ全開です。小橋が強烈な技を食らってしまいました。そして今度はスリーパーホールド、小橋の活力を奪いに行きます。まだちょっと先ほどのハーフネルソン、あるいはアイアンクロスラムのダメージが残っているでしょうか。小橋があまり動かない。そしてカバー、ちょっと苦しそうな表情を見せています。ひとまず森島にスイッチしたいところですが、コーナーに振っていきますが、バイソンが足を出していく。そしておっと、ダイビングショルダーを狙うところ、チョップで撃墜しました。そして森島にスイッチします。森島が勢いよく出てまいりました。森島対バイソン、これも見応え十分です。まさに獣者同士といった感じ、ブルンバスターの体勢だ。森島武史145キロ、バイソン124キロ、ブルンバスター、バイソンが投げました。5分が経過しています。第5試合のタッグマッチです。バイソンが一旦カバナにスイッチしておいて場外へ、場外で森島を捉えます。おっと、カバナがエルボー。いや、バイソンが今日はいつになく荒々しいですね。そうですね、小橋に続いて森島にも猛然と攻め込んでいきました。バイソン、まあ、この外人部隊、バイソンとカバナは2人の個性が全く違いますので、そうですね、これまた噛み合えば面白いですよね。そうですよね、顔も合わせるのも初ですかね。そうですね。さあ、これとカバナが青コーナーに押し込んでいきます。世界のあらゆるリングで戦っているカバナですが、このノアには初参戦です。
強烈なバックハンドチョップを見せました。まあ、今のチョップかなり満足したようですね。ガッツポーズをしてコーナーに下がりました。コルトカバナ、代わって今度はバイソンです。バイソンがエルボーと逆水平を交互に放っていきます。おっと、森島がラリアット一発で倒された。恐るべきバイソンのこのパワー。そしてサーフボードストレッチの体勢です。この技も大型の選手がやりますと迫力があります。ちょっと森島が力で押されてますかね。そうですね、珍しいですよね。森島が今場内の拍手に応えるかのように起き上がります。しかしバイソンがうめき声を上げてこの脱出を阻止しています。おっと、体を反転させましたが逆にまたもう1回転元の体勢に戻っています。そして自軍のコーナーへ、コルトカバナの登場です。コルトカバナも陽気なこのキャラクターですが、ストロングな一面、クラシックな一面も持っています。さあここは回転が、おっとヒップドロップで潰された。これはちょっとカバナ予想外か、もろにこの全体重、森島の全体重を浴びてしまいました。そして場外では小橋が待ち構えています。小橋の逆水平、そしてリングサイドを徘徊します。カバナがどんどん客席の方に流れ込んでいきます。場外戦になりました。おっと、この階段の後方まで来ました。小橋の逆水平、ちょっとカバナがなすすべありません。おっと、お客さんにもたれかかっています。徹底してチョップで攻め込んでいく小橋。いやー、こんなにチョップを打つ選手もなかなかアメリカにはいないでしょうからね。さあこの強烈なチョップ、ノア初登場、ある意味ではこのノアの洗礼をコルトカバナ身をもって浴びているわけであります。まあ、このノアのイメージについてコルトカバナは非常にこのハードヒットなストロングなスタイルというふうに表現しましたが、まさにそれを実感していることでしょう。まあ、しかしコルトカバナもこうやって受けておいて、はい、まあ、勝利をかっさらうというね、そういうずる賢いところもありますよね。小橋としては油断ができません。おっと、エルボーから逆水平で返していきますが、威力が全く違います。もう泣き顔になっているコルトカバナ、モンドリ打って倒れました。さあ、散々チョップを食らってリング内では森島が待っている。エルボードロップ、追いかぶさっていきました。カウンター2です。ちょっとコルトカバナが戦意を喪失しています。おっと、森島と小橋の2プラトン、もうコルトカバナがサンドバック状態になっています。そして今度はコブラツイスト、森島がしっかりとバイソンを牽制しています。小橋は今シリーズは9戦中5戦に出場しています。この試合がシリーズ3戦目ということになります。復帰後の試合としては8試合目、今シリーズからツアーにも帯同しています小橋健太。まあ、このチョップ見てますと着々とこの復活への道を歩んでいるという、そんな感じですね。さあ、チョップの切れ味がこの時間が経つにつれ増しているように見えます。おっと、ここで大根切りチョップを落とす。
さあもう一発狙います。大根切りチョップだ。ちょっと捕まる時間が長いですね。そうですね。なかなかコルトカバナもバイソンの元へ逃げる隙がありません。小橋健太が首をねじってフェイスロック。あ、たまらずバイソンがカットに入ります。ノータッチでバイソンが飛び込んでくる。コルトカバナの荒い息遣いが聞こえてまいります。依然として日本サイドが優勢。森島が強引にコーナーに座らせました。そしてバイソンを突き飛ばす。ここから豪快にいった、ヒップアタック。そしてもう一発来るぞ。カバダを圧殺。そしてコルトカバナの首をねじっていきます。チンロックに行く。いや、かなりシビアな攻撃が続いてますね。そうですね、しんどいですよね、カバナこのままだと。しかしなんとか起き上がらんとしています。下から蹴り上げていきましたが、あまり効果はありませんでした。日本サイドは速いスイッチワーク。森島からまた小橋が出てまいります。小橋逆水平。明らかにこの逆水平を嫌っています、嫌がっています、コルトカバナ。しかしここは隙をついて足を出していった。ここからおっと、うまくくるっと回ってブレンバスターの要領、スナップスープレックスで投げていきました。ここでようやくバイソンにスライダー。バイソンが出てくる。エネルギーを溜め込んでいたコーナーでエネルギーを溜め込んでいたバイソンがここで爆発します。しかしトップロープに上がったところを小橋が追撃していく。小橋がなだれ式狙います。ブレンバスターを狙う。いやー、これは上がるか。バイソンも巨体です。おっと、逆にバイソンがアイアンクロー。このままなだれ式があるぞ。おっと、なだれ式アイアンクロースラム。さあ、これは強烈だ。今の一発はどうでしたかね。いや、強烈ですね。ちょっとバイソン、相手は小橋になると目の色違いますね。ちょっと燃えてますね。いつにも増して燃えています、バイソン・スミス。もう上半身が好調してまいりました。おっと、ファーボールの体勢、切り返した。小橋がうまく切り返しました。そしておっと、ネックブリーカー、カウンターのネックブリーカードロップ。小橋もバイソンのこの攻撃よく見ています。そしてコーナーに追い詰めてマシンガン発射、マシンガン発射。バイソンも久々に食らう小橋のマシンガンチョップ。おっと、コルトカバナが妨害しますが、おっと、今度はカバナを重ね合わせてチョップです。これはカバナは災難。二人まとめてマシンガンチョップです。そして首筋に青春の一撃。カバナが場外。おっと、しかし振り向きざまバイソンが待っていた。アイアンクロスラム、今度は振られません。ボーリング消せ切り。今側頭部ですかね。そうですね、ちょっと当たりが高かったような気がしますけどね、はい、ちょっと今のチョップはバイソン見えませんでした。 DDT。 ここでようやくバイソンの動きが止まった。そしていい場面を作って森島にスイッチです。森島スカッとミサイル、バズーカ発射だ。森島一気健康。さあ、ここでラリアット。おっと、バイソン倒れない、バイソンが倒れない。もう一発、二発でも倒れない。ならばと三発目。おっと、これはバイソンがかわしてショルダータックル。森島のあのラリアットで倒れないというのもすごいですね。バイソンじゃなくてできないですね、さあここでおっと、コルトカバナ
フライングアスホールを見舞っていった。そしてカウンターのバイオニックエルボー、これはコルトカバナが得意とするところ、ダスティーローデスバリのバイオニックエルボー発射だ。そして今度はトップロープから狙っていく、こだわりですね。そうですね、最近ではあまり使う選手はいません、このエルボー。コルトカバナの得意のムーブの一つです。そしてこれもダスティーローデスを彷彿させるナックル、コブラクラッチの体勢から、おっとイートダフィートに行きました。これはカバナの必殺技です。そしてダブルのガットショットから、おっと連携だ、外人サイドの連携、サンドイッチのラリアット、バイソンアイアンクロースラム、そしてカバナはバックドロップ、チェクロトン合体していきました。カバナがゴールに行きます。さあここで小橋入ってくる DDT、 そして森島がボディプレス、すぐさま日本サイドも反撃です。カバナも復帰してきましたね、復帰してきました ね、しかし森島走り込んでいる、ラリアット一発で決めた、仕留めるか。バイソンがカットします。小橋が入ってくる、バイソンと小橋がやり合っています。片口首筋にチョップを打ち込め、ローリングの毛先に、そしておっとここで剛腕いった。そして森島がバックドロップ、剛腕そしてバックドロップの必殺リレー、カウント3、日本サイド2回転が上がっています。小原さんいかがでしたか。そうですね、やっぱり自力の違い出ちゃいましたね。自力の違いね、カバナもちょっとなんかいつもの試合より自分の味が 出せなかったかなって感じしますね。そうですね、まあ、序盤は陽気に言っていたんですが、ちょっとね、シビアな攻めを、されてましたからね。さあ小橋健太が復帰後初のシリーズ、九州に帰ってまいりました。九州のファンに勝利を届けています。いやでもこれは小橋の元気な姿を見れてファンも満足でしょうね。そうですね、ね、早く前線ね出れるようになってほしいですね。そうですね、この調子ならその日も遠くはなさそうです。第5試合のタッグマッチは小橋健太、森島武、日本サイドに外貨が上がっています。